こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はこちらアビスクローラープラスをプレイしていきたいと思います。今作横スクロールのローグライクなアクション RPG となっています。こんな感じで日本産のゲームで、とりあえず Steam 版では日本語と英語に言語を変えることが可能です。BGM が綺麗だね。今作ね、始めるにあたってちょっとだけ注意を。今作元は R 指定のゲームで配信されていたらしいのですが、まあ Steam 版に出たということで全年齢版になっていますが、ちょっとね、そのタイプのゲームが苦手な方はシーンなどが、そういうシーンがあるかもしれないので、ちょっとね、大丈夫だと思うけどご注意ください。いやー、ていうかあれだ、最近こんな可愛い絵柄のゲームをやるの久しぶりだな。最近はドワーフが出たり、ドワーフが出たり、半裸のマッチョのおっさんが出たりするゲームばっかりやってましたからね。たまにはいいだろうということで、始める、行ってきましょう。ここは天の研究所の奥にある、本来立ち入り禁止の場所である。薄暗い周囲、たくさんの水槽が並んでいる。その水槽の中に少女が液体につけられている。白衣を着た男と水槽の中の少女と同じ顔の少女が話をしていた。彼の名は天野博士。かつて世界中が絶望の中でロボットを操り、人々を地底に逃がした人物。そして少女の名前はリリー。はい、お父様。あ、クローンなのかな、彼女は。目覚めてまだ意識がはっきりしないと思うが、我々に時間の猶予がない。心して聞いてくれ。20年前の最悪の影響で我々が地下3000メートルで暮らすようになって長い。なるほど。しかし地殻変動が多発して地下で暮らすのは限界に達している。そこで我々は地底から脱出して再び地上を目指すことにした。地上に戻るには各階層のゲートを開放する必要がある。だが頻繁に地形が変わることと、洞窟内の発生した凶悪な怪物に襲われ探索が遅くて進まない。分かった、洞窟内でゲートの鍵を探して地上への道を開拓するのね。この少女に頼むんだ。そうだ、通常の人間より肉体が優れているお前にしかできないことだ。なんか疑問に思ったら即答えてくれた。あ、そうか、なんかクローンで通常ではないんだ。身体能力高いんだね。お願いできるかい？うん、大丈夫、私に任せて。服装があれだけどね。鎧着ようよ、鎧。この洞窟は初心者向けの洞窟となっている。ほほ、研究所の下とつながっているから、探索の心を忘れるときはいつでもそこで思い出してくれ。鍵を見つけたらゲートを使って戻ってくるんだよ。私は研究室でお前の帰りを待っている。それでは行ってきます。くれぐれも気をつけるんだよ、リリー。博士はリリーを見送った後に吐血した。私もだいぶ体が蝕んでいるようだ。リリー、お前は残された人々の最後の希望、頼むぞ。お、これか。なるほど。左上動いてるね。嫌いじゃないよ、そういうの。え、HP が3つ。G はお金かな？ゴールドだよね。剣。お、B ボタンで攻撃ができるぞ。あ、説明か、これは。ここは初心者用のコースです。左右の方向キーで移動できます。アスカはセレクトでヘルプを見れます。ちなみに、こう、表示は PC 版の表示になっていますが、Xbox One のコントローラーをして使用してプレイしています。ただ、方向キーを使わないと移動ができないね。いわゆる R スティックとか L スティックは反応してくれない。もしかしたら設定で変えられるかも、ここら辺は。さて、Day 1。1日目か、アンダーグラウンド。で、今現在地下にどのぐらい潜っているかか。変わるんだな。あ、主人公3段ジャンプできる。3回強くね？初期から。強化できるっていう風に聞いたんだけど。銃で攻撃ができないの、これなんだ？あ、これ機関とかかな、多分。多分ペナルティありの機関だよね。主人公、どことは言わないけどメッサ揺れてんな。嫌いじゃないよ。ここはジャンプはスペースキーか Z キーを押す。長さで高さが変わります。3段ジャンプできます。了解した。降りる。あ、下ボタンなんだ。猫、ダメだ、倒せない。銃撃てないけど、左下に出ている0っていうのがもしかして残弾数かな。基本的には剣で戦えってことかね。フルスクリーン変更する場合は R とエンターキー。 OKOK。 この壁はロングジャンプ3回で飛び越せます。2回でいけたぞ。あ、これ銃弾だ。弾のアイテムは6発増えます。左下には弾数が表示されています。弾切れにご注意ください。汚染により弾を町に持ち帰れません。持ち帰れないんだ。どういう弾丸なんだ？あ、セレクトボタン、バックボタンだね。で、こう、表示が出るね。ソードレベル0、ガンレベル、HP レベル0。あー、上げられるんだね。ローグライトな感じで、とりあえず攻撃力とかは上昇できるってことか。スキルとかを強化できるっていうのは知ってるんだけど。動く、ポーズ、ガンは、あー、X ボタンか。ボムあるの？ジャンプ、ソード、ダッシュ、スキル、ダンジョンエスケープ、あー、合ってた。なの、ダッシュは持ってないね。押しても何も反応しない。撃ってみるか、これか。
押しっぱで何度も打つわけじゃないんだ。なるほど。銃の攻撃は X キーで左右と上、ジャンプ中下もに打てます。剣の攻撃は C キーで敵をぶっ飛ばすことができます。剣は弾を消したり壁を壊すことができます。 OK。 ランタンは攻撃すると点滅し周囲が明るくなります。たまにお金が隠されていることがあります。これか。なるほど。ランタンっていうとどうしてもキャストルバニアを思い出すんだけど、あれあいつ、あ、まあ中に食った人か何かの骨かな、スライムだから。あ、ここ忘れそう。何、壊せるからどうということはないって。そうか、なんかあるかと思ったんだが、あれ壁壊せるだけってこと。下なんか行けそうだけど、撃ってみる試しに。ダメだな。まあ剣でしか壊せないって言ったもんね。ゲートは鍵が必要です。この先にあるので取っていきましょう。鍵を持っていたらゲートで植木を入れましょう。ってことで、では先の方に行ってみよう。剣で攻撃してみようか試しに。あ、結構近くないとヒットしないね。地面に足がついてるときに薄い壁を壊すことができます。あ、空中ではダメなんだ。剣の攻撃で壁を壊してみましょう。これだね。鍵を取ったらゲートで使ってください。ゲートは少し戻ったところにあります。うん、説明が丁寧だ。空中ででも攻撃自体はできるよね。うん、できるね。三段ジャンプだとくるくる回るね、彼女。くるくる回るわ。ではこちらへ。街へ向かう。寝る、起きる。リリーの部屋。うん。毎日弾丸が少しだけ支給されます。あれ、街に持ってきていいの？街じゃないってこと？この人は、なんか助手？ Go to skill。あ、壁滑り。空中で方向キーを壁の方角に向けるとゆっくり降ります。壁ジャンプ。壁でジャンプが回復します。トゲダメージ半減。今、もしかして即死？剣で弾を一つだけ消すことができます。剣で弾を一つだけ反射します。剣ボタンを長く押すとため攻撃をします。なるほど。お、目が赤くなってるぞ。地上でダッシュボタンを押すとダッシュします。Z キーか L ショルダーで行えると。空中でダッシュボタンを押すとダッシュします。あ、これ、この2つ早めに取った方がいいよね。ロボの出現率アップ。え、ロボで戦えるの？ OK。弾を追加で6発支給、配給されます。あ、あれか。あの、スタート地点にあった弾か。6発ずつ。やっぱ弾強いんだ。洞窟の爆弾の発見率 50% アップ。バリアの発見率 50% アップ。洞窟の爆弾の発見率 75% アップ。これこの 50% プラス75% ってことかな。キャンプ地にショップ売人がいます。あ、ショップの人がこのキャンプ地点、今いる地点に出現するようになるってことかな。それともキャンプはステージ中に出るんだろうか。キャンプ地に回復証かお金を手に入れます。おお。あ、ここじゃないな。じゃあ多分、キャンプは。博士。リリー、君何かあった場合、彼女の記憶は継承される。だからといって無理しないでおくれよ。OK。ああ、そうか。本体、この子が死んでしまうと、他のクローンに渡されてしまうのか。天野クローン研究所、部外者立ち入り禁止。なるほどね。リリーラブって書いてあるね。ならばよし。モニターにクローン技術や人造人間について表示されている。なるほど。このフェアリーみたいなのは気になるんだけど。ダメだ、殺せない。ここは何だろう。地上につなぐ洞窟やエレベーターで行けます。汚染により突然変異の怪物がうろついています。これにより、これより先は命の保証ができません。OK？ 何これ？爆弾ショップ、たまや。爆弾を買うことができます。値段は実家です。V キーか I ボタンで設置します。ああ、いらないっす。大丈夫です。Go to チュートリアル。Go to はテクニックルーム。何だろう？行ってみよう。テクニックルームって何？探索者技術習得用ダンジョン。ここを抜けると1人前。ゴールせずに街に戻りには左シフト、ショルダーを長押し。OK？剣の攻撃範囲は広いので、なんかの、真下の敵を攻撃できます。金の敵を上から攻撃してみよう。あ、こういうこと？あ、こういうことね。OK。わかった。そういう練習場なんだ。なんか細かい全部、おおが入ってるわけね。OK。あいつも攻撃してきてるんだけど。取れるよね、これ、多分。あ、割と撃ってくるな、こいつら。割と撃ってくるな、お前ら。おい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 。あ、死んだ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 かと思った。大丈夫だった。空中の敵が誘導して安全なところで攻撃しよう。 OK。 そうだよな。これ言っちゃうんだけどかなり死ぬんですよ。下になんかわかる？なんかいるんだよ。この下バグってるわけじゃないよね多分。これ壁ってもしかしたらどこでも壊せるのかな。 OK。 サキバスだ。サキバス、サキバスっぽいのいたぞ。壁を壊して下に向かえ。 OK。
あれ元は RCA のゲームだけあって、敵キャラの外見とか技された時の表現があれだね。何とは言わないが、こういうのが苦手な方はご注意を。あ、私はキャラクター可愛いからいいんだけどね。うん、どうしよう。あいつを早めに倒した。いやー、またか。危ねえ、これ死ぬぞ俺。あ、もしかしたら、もしかしたら、マジ戻りにアスキーかすることはお金半分になりますが、死体を見つけると回収できます。オッケー、勝ち。リリーのセーブ反応が途絶えた。次のリリーを起動する。さよか。41だね。よし、普通のダンジョン行こう。あそこはまずい。死ぬの簡単すぎ。ちょっと他のところ見よう。はい、ここで、弾丸ショップ。弾丸を買うことができます。ダンジョンにもいますので、お気軽に。値段は実家です。オッケー。あれ大丈夫なの？なんか汚染されてるから持ち帰れないとかなかった？街の外にはモンスターがいっぱいいるかも。タイマーしに行こうかな。ここは？危ねえバーだぞ。タコ部屋。まんまだな。かつて人は地上に住んでいました。今では魔物と汚染で地下に住むしかないです。洞窟内で怪我したモンスターに直してもらえますよ。ほほう。ピンクショップ。ピンクショットか。いらっしゃい。ここは酒場です。冒険家さんなのね。鍛冶屋さんたちは迷宮で素材集めしているけど、出会ったら剣や銃を鍛えてもらうといいよ。あ、銃とかの強化はここで行うんじゃないんだ。残念だけど、弾丸とか町に持って帰れないの。そうか。うむ。ここら辺のキャラクターの外見は私は嫌いではないぞ。バス、お風呂。お風呂だって。お風呂は故障中。ステージ11以降修理。入れるようになるってことだな。了解した。これは？ん？セントローは弾を無制限に発射します。ジャンプは1回までです。時のダメージを受けません。乗り降りは方向機の上下です。あ、これか。なるほど。おお、撃てる。ただ近接攻撃がなくなっちゃうね。なるほど。ダンジョンに行けないところがあれば、一度街に戻って次の地殻変動を待つのもいいかもしれない。了解した。あれ？進めないよっていう場所があるってことかな。ジャンボタンでダンジョンに移動します。では行こうか。おー、ウィンクされたぞ。お、またか。結構近づかないとこちらの攻撃がヒットしないっていうのがネックだね。なかなか近接が難しい。お、どこ行けばいいのか出てるぞ。これトゲ当たったら死ぬだろ俺多分。少女の死体を見つけた。よし。あれ、これ主人公の死体ってこと？死んだの子でもここじゃないんだよね。あれ当たんねえな。これ敵だよね多分。あ、違う。刀、レベル1。おお、なんだこのおっさん。購入する。これで剣のレベルが上がったってことか。結構上がるな。刀プラスレベル1。200必要か。これを上げていかないとね。当たるな。敵じゃなかったんだ、おっちゃん。ごめんよ。敵だと思った、普通に。いや、刀で一発で倒せるようになったのは素晴らしいと思う。割とギリギリだったかな。このただ剣気をつけないといけないのが、この見える攻撃のエフェクトの範囲内だとも結構当たらないときあるね。ロボットによる。オッケー。あ、ウィキニア。一旦降りよう。オーマイガード。あ、痛い。オッケー。銃も強化しないとね。銃は強化されていないと現在一発ではこのここら辺の敵は倒せないので、ちょっと辛いね。確か、トゲダメージないんだっけ？そうだね、トゲも効果できる。ここから来たんだろう？とりあえず探索全部やったかじゃあ。あ、上行ってない。あ、なんもないっぽいけど。そうだね、なんもないね。ロボって次の階層行けるのかな？ダメか。お、ここはチェックポイント？ここがキャンプか。このキャンプ場に商人さんが出現するようになるってやつだったよね、先ほどあったのが。おっと、あれ敵強くなってない？攻撃力古くじゃない、ごめん、 HP 出家。ちょっと待って、危ないやばい、またやられる。おっと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 、焦って攻撃連発しちゃった。 OK、 弾薬と HP は 1.半か1半か、ちょっと半分。あそこにあるのロボット、ロボットっぽいな。取っとこう。乗ってこうぜロボット。
サキュバスいるよ。サキュバスなのかラーミアなのか。ちょっと足りんな。上行けへん。上行けへんで。お金お金。たまにお金が出るとあったけど、こういうのを攻撃するとランタンね。毎度出てるような気がする。俺の気のせいかもだけど。よし。これ剣強化しないと先全く進めないよな。おっと危ない。めっちゃ先バスいるよ。オッケー、オッケー、オッケー。ロボ壊れた。ありがとうロボ。ああ。オッケー。もうちょいで強化できるんだよな剣を。HP 強化はどこで取るんだろう。金、もうちょいだ。お、あるぞお金。これでいけるはず。強化するのは全くいいんだけど、あれこれなんだろう。ここ赤いな、敵倒したところ。強化をするのはいいんだけど、あれが問題だな。ジャンプとかのスキルに、スキルのたびにお金を持っていかないといけないんだけど。あ、そういえば死んだ時しか戻れない。あ、そうだ、強制で戻るやつあるんだ。自分で戻るやつあるんだ、忘れた。 6.4 レベルが上がると結構上がらない。 1.20 は上がってる攻撃力。あれがそのまま攻撃力でいいのかな。ソードレベル、アンモ、オッケー。そのまま攻撃力ってことでいいのかな。 6.4 ダメージってことだよね、多分。これ一回変えた方がいいんじゃねえのか、俺わかんねえけど。奥の方から大きな魔物が現れた。ボスか？なんておぞましい。こいつは探索者たちは食べられたみたいね。こいつにね、化け物がリリーに気づいてじわりじわりと近寄ってきた。こんなところで立ち直っていられないわ。お父さんやみんなの願い、何としても倒して先を進まなきゃ、とのことだ。こいつか。俺、死ぬと思うんだ。あ、当たんない。暗い。これをオンにしないと。じゃないとこいつの位置がよく把握できない。攻撃とかがね、よく見えん。おっと、なんかシールドっぽいサムシングが発動されたけど。え、こいつに近づいて攻撃するの？マジで？あの右上の何？ HP？ HP だ、敵の。あ、これ死ぬでしょ、私。死ぬよね、これ。どう考えても死ぬと思うんだ俺。頑張れ俺。ああ、惜しい。メッサ食われてる。あとこいつ外見割とおどろおどろしいよね。はい、勝ち。よし、行こうか。すまないなリリーひどい目にあった。次だ、次。おいだ、60ゴールド回収。てかすぐいるんだな。ちょっともう一回撃ってきて。よし。あれ、この人はバレット。あー、いや弾薬は買わん、買わんぞ。あーっと、あー、結構すぐ捕まっちゃうね。ラーミアだ。サキュバスじゃねえや、多分これ。ここは違うか。これダンジョンランダムだよね、多分。生成が。そして剣の範囲というか、範囲に当たってないような気がしたけど、そうでもないな。あのエフェクトの範囲ね。当たってる当たってる。多分俺が普通に下手でちゃんと当てられなかっただけだ。あ、オーマイガッド。おっしゃ、大丈夫大丈夫。生きてる生きてる。何あれ。ヘルプ。
町の人を助ける。 Thank you。 OK、 帰るの自力で大丈夫？鍵と弾薬。 OK、 あれボス専用に大量に持ってくっていう手もあるよね。取っておいて、できればそうしたいけどね。240、ただ確か剣のレベルを上げるには300必要だったか。ここは入り口か。右上だよな。しかしやっぱり死にやすいね。コンティニューというかペナルティーがほぼないもんな。ただこのゲームだからだよね。じゃなきゃ簡単すぎるわ。ほら死んでも一応お金を半分町へ持ち帰ることができるから、ローグライクなゲームとしてはペナルティーは低めだから難易度は高めでもいいと俺も思うんだ。あとこれか。しかしいちいち声がなんもめかしい。少女の声が。弾を取っとくって言ったな。あれは嘘だ。違う、あれ忘れてたんだって。ほんとほんと、後ろのやつに叩かれるパターンだこれ。 Oh my god。 たまに当たんないよね。あれ振った瞬間か、振った瞬間というかタイミングがあまりにもずれているとエフェクトがこう出ていてもヒットしないんだね。主に私のせい。何もなし。この下に当たるっていうのは本当いいよね。あ、あれ弾打ってくれる人だ。でも違うんだ、弾が欲しいんじゃないんだ。あとこの人の絵は好きです。 Oh my god、 これ死んな。大丈夫か俺。大丈夫だ。37発いけるんじゃね。この子アルアジフにしか見えないんだけど、どことは言わないけど爆弾を取る。爆弾なんだ。どうやって使うの。設置するとかで言ったな。あ、シールド一度攻撃を硬化するとかかな。金がすごい溜まってる。強化したい。銃の強化ないのかな。撃ってくれる商人さんが出てくれるといいんだけど、すでに弾を撃ってくれる人が出てきてるから多分ないだろうな。現在の状態問題はあれだよな。おっと、弾は大量にあるんだけど大量にあるんだけど、これもうちょっと強化できたらね、さらに敵にダメージ与えられるので助かるんだけど、弾薬最大でいくつぐらい持った状態でいけるんだろう。あ、やばい、せっかくシールドがあったのに。 HP 減ってるんだよな。この状態でボス戦か。確か3階層だってないぜ。出てきたの帰るって手あるよな。一回な、一回帰るか。いや私は挑む。最悪ステージ中に帰れるだろう。さてここら辺は飛ばす。さてまずやることはこれ、発動しよう。発動しようというかこれつけよう。死ぬからマジで。 Oh my god。あに2連続だよ、2連続。笑えよベジータ、笑えよ。当たってはいるんだよな。 Oh my god、 Oh my god。 ほっと、三段ジャンプ最高。いいよね三段ジャンプ、好きだよ。ヒットしないように気をつけろよ俺。下手に当たると死ぬからな、死ぬからな。本当に振りじゃねえぞ。あれ攻撃したように見えたんだけど違ったのか。あーっと、あ全体攻撃だ。あぶね、弾ちょいと足りん。あやばい、こういうのが怖いよね。あと一発か。どうした。お金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 、よし扉に入る。なんとか勝てたよ。怪物の死骸を後にして第2階層のゲートレバーを引いた。これで第2階層にも行けるようになったわ。だいぶ傷ついたし、お父さんに報告し一度町に戻ろう。よかった。巨大怪物を倒したのがよくやった。汚染により巨大化したのだろう。みんなお役に立てたかな。もちろんだと思う。リリーを抱きしめた。リリー、他のエリアはもっと危険だ。気を引き締めて探索を続けるのだよ。了解した。強化したい、強化をしたい。さてスキルをちょっとここへ。壁か。
ウォールジャンプとかも取りたいけど、剣で弾を一つだけ消すことができる。これ取っといた方が絶対いいよな。まず取るのはこの、キャンプ時にショップ売人がいる。これを取ろう。回復しようか、お金が手に入るか。欲しいな。欲しいな。ダッシュも欲しいな。弾を弾き返す。取っておこう。これも取っておくだけ取っておこう。ショップ何なんだろう。ショップ売人がよくわからんな。弾を売ってるとか、それともランダムな人なのかな。F4。そうか、もうそこに現れるんだ。まあ、第2階層だけど、言ってたのが。第3階層ってなってるな。まあ、いっか。あ、ちょっと変わったやつ出てきた。あー !OK。あ、あいつ速くなるのか。こちらを視認すると多分。サッキュバスさん。OK。シールドと弾薬？盾を取る。同時に出現するんだ、同じ場所に重なって。おお、早速シールドがお亡くなりになったことだ。やめて。あれは一体何をやっているんだろうか。謎だ。俺には分かんねえよ。ということで もうバカやってないでちょっと進みましょうか。お金300か。強化できるな。あ、これか。使えるな。ただ、ジャンプが回復しない。じりじりと下の方へ行くだけで。シールドが回復しないから、ウォールジャンプと一緒に取らないとちょっと使いにくいね。あそこなんかいるね。ちょっと変わったやついるな。オーマイガー。攻撃力足りてねえな。剣も。剣の攻撃力が足りないのは致命的だな。ちょっと多めに打っちゃったよ。入手できるお金の量が増えている？やはり階層下がったからかな。下がったというか上がったか。地下3層って出てるけど上の方に行ってるんだよね、これ。OK。ここは何もなしか。さあ来いよ。ヘルプ。あ、これか。OK、200。ついでに弾丸。素晴らしい。思ったんだけど、R 指定の方のゲームではラーミアとかサキュバスって何もつけてないのかな。気になる。さて降りようか。下の方は探索したんだっけ。お金もそうだけど、どちらかっていうと、おっと爆弾、結局使わなかった。忘れた。ボス戦で持ってたのにね、せっかく。お、お金がこんなところに。OK。埋まってたな、完全に。でも。これ、折れていいのか。折れていいっぽいね。なんもないや。これで、ね、ショップの人が来るらしいから、何売ってるか見てみようぜ。あ、ガンだ。やった。アップアップ。うん、ちょっと足りんな。よかった。じゃあ、出るショップってランダムなのね。5.7か。5.75。全然現在使ってる剣より低いけど、強化してなかったからね、そもそも。おお 鍵すぐそこやん。扉に入る。扉の中なんだかわかんないんだ。いや、多くね？飛んでるやつ。ああ、やばい。やばい。この声が聞きたいかために、つい当たっちゃうんだ。あ トゲがあるの気づかなかった。やっちまったな。はい。これ3人目だっけ？ 4 人目だっけ？大変申し訳ない。さて行こうか。こんな感じでお金を貯めてもうちょっと攻略していきたいところだね。死体はどこに置かれてるんだろう？そこかな？違うな。剣をもうちょっと空中で攻撃当てるの苦手だ、俺。ほぼ当てられない。ほぼ当てられない。どげんかせんなあかん。ミスターガンショップ。おっと、おっと、ソワトンや殺さねえよ。
このまま銃強化でもいいな、死ぬぐらいだったら。一旦帰還しようかな。幸先悪いぞ、これ。言っちゃなんだけど、とっと、終わった終わった終わった。死体がすぐそこだったのに、すぐそこだったのに。強化が足りてない。ちょっと待って、階層を選ぶことができるみたいな表示あったの、そういえば。今気づいたけど。遺品を回収してもな、先ほどのやつだからな、少ねえんだよな。ふっと。わあ、下に向かって攻撃できるんだよね、でも。あたたたた。叫ばす嫌い。あれ、弾消せるやつ取ったんだっけ、取ったんだっけ、取ってないんだっけ、取らなかったっけな、空中で弾丸消せるやつ。空中で攻撃でね。取ったような気がする。ああ、取ったよな。OK。ヘルプ。よし、帰ろうかな。これ、シールドなくなったら帰るからな。一回。殺されるからね、これ。よし、帰ろう。帰ろう。強制的に帰還しても、デメリットはないんだ。素晴らしいね。さーて、どうしようかな。玉消しアクティブになってるね。何も取れんか。ウォールジャンプは欲しいところ。まあ、今はいい。ワンモアだ。お、ヘルプ。この方、200くれるからいいよね。おーっと。オーマイガー、できた。がっつり殺しに来るんだけど、こいつら。当然じゃ当然だが。あ、死ぬ気がする。死ぬ気がするんだ。どっからどう見ても死ぬ気がするんだけど、大丈夫かな。全然大丈夫じゃないよな。ちょ待て待て、あかん。あ、回数選べるんだ、これで。 OK、 じゃあ1回で、1回に一度行きます。1回に1回行きますって言うようになったからちょっと言い直したよ。とりあえず1回行って階層上の方に行くじゃないですか。で、出てくる強化をしちゃいましょう。俺、剣強化したい。ダメ、敵一撃で倒せないと本当につらい。あれか、最初のボス倒したから敵の出る量が上がったのか。そんなことねえよなー。びっくりだよ、ロボー。この銃弾一発で倒せるのいいよね。そういえばボスも復活するのかな。そしたらボスで狩れるよね。おっと、当たらない。また銃か。構わないよ、俺は。一向に構わないよ、俺は。でも、できれば剣も強化したいんだよな、これが。問題は剣なんだよね、今は。銃はボスとか安定性的にはすごいいいんだけど、敵が一発で倒せないと、剣のね、かなり危ない。どこかしらで攻撃もらってしまうからね。おお、やばい。これやばいしか言ってないかな、このゲーム始めてから。HP の最大値も上昇できるっぽいんだけど、これ見た感じ。お分かりいただけるだろうか。HP レベル0。上げ方はやはりショップか？たまたま運が悪くて出現してないだけかな、そういうショップさんが。だよね。絶対ここら辺来たら攻撃してくると思って、お前。ここは死なないように。あ、刀打ってくれる人だ。壁壊せないか、ダメか。トゲ怖い、トゲ。刀強化、よし。7.60、まだ低い。ぶっちゃけまだ低い。いくつだろう、あそこの階層。10ぐらいないと難しい。多分銃だったら一撃で倒せるんじゃないかな。あの、撃つ方の銃じゃないです。撃つ方の銃じゃないです。言い方がちょっとおかしかったので。多分倒すんだったら、せめてパワーが10ぐらいじゃないと辛いかな。トータルデッド4。出ていますね。これ0でクリアすると 何かもらえるとかあるかもしれないね。なんかアンロック要素があるのか分からないけど。銃弾。
ボスがいるか分かんないけど、いたらね、連続で攻撃したいので。この人は野牛先生と呼ぶことにしよう。やはり出てくる、売る人はランダムだ。困ったら下の階層に一回来ればいいのか。あ、ボスは再度戦えないみたいだね。なるほど。ちょっと残念だな。ただボスがいたらそこで稼げるので、そのせいもあるんだとは思う。何度もボスに挑戦できるもんね。で、ほとんど現在だったら銃が強化されたの結構倒すの早いと思うんだ。ボス戦に行った時は2ダメージだったよね。今7になってて3倍以上だから、かなり倒すのが楽になってると思う。というか、初回ボス戦に行った時と同じ個数の同じ段数あれば、多分銃撃つだけで倒せるかな。さて、といった感じのゲームです。皆さんぜひチェックしてみてください。気になった方は下記にね、Steam ストアのページのリンクを貼らせていただいています。動画下記の説明欄です。ぜひチェックしてみてください。可愛い絵柄に騙されちゃあかん。難しい。ただ、先ほど言ったみたいに、難しいんだけど、サクサク進むし、1階層短い。短くて、で、まあ、下の階層に戻って、武器などのレベルを上げるためにお金を稼ぐこともできる。スキルの強化などもできる。運要素はそれほどないかな。あとは、プレイヤースキルで慣れていくことが重要かな。先ほど言ったみたいに、空中で敵を攻撃するのが私はちょっと苦手なので、結構ダメージが蓄積してしまうんだけど、そこら辺も慣れだよね。あとは最大 HP も HP レベルというのがあるので上げられるだろうし、そしたらもうちょっと簡単になるかもしれないね。潜っていられる時間が増えそう。あと数階層に一度はボス戦があって、こちらに戻ってこれるようになってるみたいだね。階層が上がるごとに入手できる、敵を倒すとき入手できるお金の量も上昇するようだね。あと絵柄かわいい。こんな感じでちょっと高難易度というかね、サクサクプレイできるので、ぜひ皆さん試してみてください。死んだ時もペナルティ少なめだし、ぶっちゃけないようなもんだよね。ペナルティすぐ死体回収できるけど、できるしね。まあ回収する前に、さっきみたいに私みたいに死んだらダメだけど、こんな感じのゲームになってるので、ぜひチェックしてみてくれ。下の妖精さんが荒ぶってんな。ではでは、コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ためにライブ配信などもやっているので、そちらの方は Twitter の方をチェックしていただければ、そちらに情報を載せています。もしよければ高評価の方をよろしくお願いします。くっそ、妖精が荒ぶってて集中できねえ。ではでは、また次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。